志田亭は、静岡県静岡市清水区神原んの琉球の28にある建築物。1700年に、東海道の神原宿に建てられ、1855年に、住居部分が再建された。2001年8月28日に、志田家住宅主屋として、登録有形文化財に登録された。志田家は、江戸時代の慶長年間から、 東海道の神原宿で米などを扱っていた商家である。1700年に詩立て屋が建てられた。詩立家は1842年に醤油醸造を開始し、山六醤油の銘柄で昭和初期まで製造、販売を行っていた。主屋部分とは別に醤油工場建屋が現存している。2001年8月28日には詩立家住宅主屋として、 国の登録有形文化財に登録された。この後に一般公開が開始され、室内には幕末の連天神や昭和期までの駿河天神人形のほか、ハサミ箱、神傘、食器、箱枕などの生活用品、年貢開催帳などの資料が展示されている。2020年6月、日本遺産に認定されたストーリー、日本書、旅ブームを起こしたヤジさん北さん。 寸州の旅から国境本と浮世絵が描く東海道旅のガイドブックの構成文化財となった。主屋部分は通り戸間一列型と呼ばれる江戸期の典型的な消華建築だが、首都緑、箱階段、一条半の大畳、野郎畳、いろり、通り戸間などが現存している。明治期に増築されているため、江戸期と明治期の建築を比較してみることができる。 住居部分は1854年の大震災で一部が倒壊し、翌年の1855年に再建されている。ありがとうございます。